目だよ。はい、ということで忍たま無限の壺ガチャ引いていこうかなと思います。今回はイベント準特攻ガチャのこの立花千蔵ピックアップ、こちらを引いていこうと思います。サンリオと忍たまのコラボのね、あのイラストがこう発表されてね、見たんですけど、立花先輩、私の大好きなシナモンとコラボやってめっちゃ可愛かった。それだけなんですけど立花先輩もね、もうかっこよくて美しいんで、もうぜひゲットしたいと思います。いきます。これは今回はこの無料1回と、あとこっちの10連ガチャの方と計11回引いていこうと思います。いやー、どうでしょうか。では無料の方から。 OK、 さすがにね、一発はねまだ出ないですね。さあさあ、何が出るのか。ほう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 、星4のアイテムとかでも結構ね嬉しいけど、やっぱまあ立花先輩が欲しい。あ、土井先生もあれなんだ。いきます。引く。まあまあさすがに確定ではありますが、どうだろうどうだろう。星4 2つぐらい出てほしいな。持ってないやつ欲しい。ほう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 。おお、戦術マニュアル、はじめまして。いや、でも戦術マニュアル嬉しいですね。嬉しい。最近ちょっと強くしてる忍具がちょっと行き詰まってたとこなんで、ちょっと新しいね、星4の忍具ゲットできて嬉しいです。やったー。はい、ということで今回残念ながら立花先輩は出なかったんですけどね、忍具が出たので OK です次回の動画もお楽しみに。他にも忍たまの動画とかアップしてるので、ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。